が生姜焼き定食が行ってはい、こちらが焼肉定食ということで、うん、なんかいろいろありますよ。ボリュームが、うん、こんなボリュームが、大丈夫ですか？大丈夫ですか？ずっと、びっくりした。大阪屋知ってますか？でも前を通ったくらい入ったことはない、ね、なんか大阪の人がこの僕がこの大阪屋って言ったら大阪にあるとこなのかというぐらいちょっと謎な関西の人もすごい気になってたりして、うん、名前からしてね大阪屋、うん、ちょっと今日はね、まあ、何回も来たことあるんだけどここ前はね、焼肉屋さんに行って、このね、その、旅行しながら、今日はね、食堂に行こうかなと思います。食堂で定食っていうか、まあそういうの食べて、帰ろうかなということで、よろしくお願いします。うわぁ、あ、故障中なんだ、これ。なんかいろいろありますよ。ボリュームが。ユーソーさん何します？どうしようかな。どれにしようかな。ランチってランチだけなんだ。ね、そうだね。ランチってもうね。美味しそうな。あら。刺身定食。焼肉セットなんだ、うん、焼肉セット。もう最初にお会計するんだね。そうそうそう。知って。いやなんか誰かの YouTube 見て先にかお金払ってて。おつまみセットみたいな。いや一番ね気になったのはこれウェイトレスというか、まあ、そういう渡した方がいいのかな、それとも自動的にもうさっきのお会計の段階で向こうに通ってんのか、ずっと待ち続けて気づいたら朝来てたのか、ね、2時間しか。はい、ちょっと僕も初めてなので、焼肉のところはあのおばちゃんが来て注文取ってくれたんですけど、それはもう後会計、後会計で、でそこでお会計するっていう。でここは最初にもうおっちゃんが待ち構えて、これが生姜焼き定食で、お味噌汁も赤味噌かな。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、こちらが焼肉定食ということで。もともと味がついてるんだよね。それにさらに焼肉のタレをつけて食べる感じ、うんね、辛みがない、辛みが
決定。うん、牛肉食べてるって言ってた。有名なキムチもいただこうかなと。あ、ほんま控えめなキムチ、うん、色的に、うん、そのキムチの特有な癖っていうか、そういうのをあんましなくて、なんか肉と合うキムチ、ちょっと説明難しいけど。いただきます。すごい、結構ね、ほんまボリュームが、味噌汁もいただこうかなと思います。あ、いい感じこれ。赤味噌、うん、でももう不安定食いけるぐらい。でしょ、うん、ありがとうございます。今日はね、大阪屋ということで、僕は焼肉のコーナーには行ったことあるんですけど、普通の定食っていうかね、うん、そういうレストランかな、場所は初めてで、まあお会計最初にすると、お会計して整理券もらえるんで、その整理券ももう前もってもう調理場には伝わってるみたいで、そこから瞬速できたね。もう5分ぐらいだよね。びっくりしてね。メニューが豊富すぎて迷うね。え、結構いい感じでお腹いっぱいになりました。基本的にはやっぱトラックの運転手の方が多いかなと思います。ここ24時間営業、レストランの方が24時間で、焼肉の方は、11時までだったかな、あ、12時かな、限定的な時間でやらせてということで、ぜひね、皆さんも、旅のお供にぜひこの大阪屋行ってみてください。岡山来るときは、はい、大阪屋。それではまた、ありがとうございました。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。